バトレットロゲームチャンネルです。今日もですね、電車で56やっていきたいと思います。なんか全駅グレート停車で上野まで直通運転ができるっていうのでね、攻略本に書いてたんで やろうかなと思ってるんですけど、できるかな。出発進行。1秒早くついちゃうだけでも、装着するだけでもなんか減速信号出たりするんで厳しいかなと思ってるんですけどね、どうなんでしょう。進行。あの京浜急行ね、なんかザ・京浜急行に入ってたよね、確か運転できるやつあったような気がするんだよ。で211系の東海道線で、チャリでなんか女の人が走ってんのかな、橋の上で。次は東神奈川を進行。東神奈川停車75。あ、やべ、制限75忘れてた。320間に合うか。ああ大丈夫だ。でこの辺でブレーキをかけて、あと20。東神奈川。4321。大丈夫か。まあ1秒遅れた方がいいからいいかなって思ってんだけど。おお、9センチ。ロッテで言ったら永久欠番だね。福浦選手ね。永久欠番。ご注意ください。出発進行。まあ、永久欠番って言っても、準永久欠番だったかな。2000本安打持ちましたしね。制限解除。もう素晴らしい安打製造機ですよね。福浦選手はね、まあ、ファーストの守備も綺麗だからね、バッティングだけじゃなくてね、ファーストの守備も綺麗なんですよね。ショートバウンドの取り方が綺麗ですね。あ、ボーナス1秒だ。で、まあ、この辺でちょっとブレーキをかけてもらえないかな。新小屋停車。新小屋停車。あと30秒。D7 にしたのか。あと20秒。新小屋。あと15秒。あと10秒。3、2、1。危なっ。なんか、やばかったよ。40何センチとかの世界。あ、24センチ、そうでもないんだ。ご注意ください。出発進行。雨降らないのがいいね。雨降ったら難しいよ、これできない。で、横須賀線、東海道線、あれ何系か分かんない。第4フェーズ進行。本当はね、鉄道に詳しい人がね、電車でこうやった方が楽しいんでしょうけどね。第三並走進行。鉄道詳しいわけじゃないからな。成田エクスプレス、あれは253系だよね。第二並走進行。
って何キロくらいまで出せばいいか。もうちょっと出した方がいい。第一兵装この辺で100にして100ちょっと出しといて、次はこの辺でブレーキ場内進行鶴見停車鶴見停車。まあこういう感じで P7 あと30秒、落としといて、あと20秒もあるのか。やべ、これ間違えたかな。うまくいってんだよこれ。こんなにうまくいっていいのかなって感じにする。用が違います。ご注意ください。肝心な時失敗するからね俺も。出発進行。プレッシャーに弱いからね。昔ねロッテにいた今江西岡ぐらい、今江さんや西岡さんぐらい大舞台に強ければいいんだけどね。そうもいかない。まあなかなかあんな大舞台に強い選手って出てこないんですけどね。第二兵装進行。プロ野球界でもなかなか出てこないよな、ああいう大舞台に強い選手って。100キロぐらい出るかな。第一兵装進行。あんまりスピード出しちゃダメっていうから、まあ100にしとくか。制限60が、ああこれまだか、蒲田か。場内進行。今この辺でブレーキをかけといてですね、次のなしにして、次停車駅。で、P7 にして、あと25秒ですね。あと20秒、ちょっとやばいか。川崎、川崎、あと15秒。あ、やばい、これこそやばいね。ああ、すげえ。ちょっとやばいかなと思った。まあ、期限ないからね、別に。強制じゃないしね。また失敗したら何回でもやり直せばいいから。どうかしまいます。ご注意ください。いいんだっけ。出発進行。で、あ、520m で制限60があると。 520m か。第4兵装進行。これが難しいんだよな。で、ここで警笛もらっといて、第三兵装進行。多摩川ですね。1200m になったら考えるか。第二兵装進行。あんま飛ばさない方がいいのかな。まあこの辺でちょっと考えて、制限60が520m、 520m で制限60。
読んでもいいか。で、こんな感じ。制限60。かっこいい感じか。次は場内進行。蒲田。次蒲田。で、このポイント停車。ああ、ここはね、俺難しくて配分が分かんない、速度配分がちょっと分かんない、まあ、最悪グッド取ってもいいからね。まあこの辺でピーノ何しとくか。ちょっとなんか時間が余ってんねんな、あと20秒でしょ。蒲田、蒲田、あと10秒。あ、ちょっと失敗したかな、これ。これやばいかな。まあ、1秒ずつ遅れてるっていうのはいいよね。お、今枝。8センチ。今枝俊明。ご注意ください。出発進行。まあ残りも制限、速度制限は気にしなくていいんで、ね、左のトラックも制限排除祝ってくれてます。ここまでグレートでね。第二兵卒進行来てますから。まああれはここ走ればどうやってもトラック走ってんだけどね。第一兵卒進行。何キロ出すかなんて問題はここなんで、100くらいでいいのかな。100で、まあ、この辺でちょっとマスター来て大盛り場内進行。あれちょっとやばいかな。大盛り大バランスかな。ちょっとオーバーランで、あ、大丈夫そうだね。あ、大丈夫だ。あ、大丈夫でしょう。大盛り大盛り、あと20秒もあんだ。ちょっと参ったな、こうちょっと困っちゃうんだよね。7、6、5、ああ、よかった、やっぱりね、今の。今の危なかったよ。おお、17センチ。で、次、大井町。用が済まります。ご注意ください。出発進行。いやこれはなんかねチャンスだけど、どうだろう、行かせないんじゃないかな。第一兵卒進行。めっぽチャンスに弱いからな俺。草野球の打率2割2分の男ですからね。どんぐらいまで、どれぐらいプレッシャーに勝てるか。まあ、この辺だ。もうちょっと出して、もうちょっと出して。内進行。まあ、こんな感じ。ちょっと停車。ピーチでちょっとごまかして落として、で、240。240B7 かな。75B7 に行って、あと22秒ぐらいか。大井町、大井町。で、あと15秒。あ、大丈夫。これを失敗しなきゃ大丈夫。2、1。
げえ、なんか 2秒遅れてるけど。ああ、5センチ。あれ、ああ、5番って、ああ2005年のロッテの優勝メンバーだったら堀さんだね。ご注意ください。出発進行。大ベテランの堀光一さんっていうね選手がロッテにいましたけど、第4兵卒進行。63秒もらってんだもんね。ああ、こんなにこんなうまくいくことあんだね。第3兵卒進行。まあ100キロぐらいでいいでしょう。第2兵卒進行。もう110か、ちょっと保険かけて110に近い100にして進行。まあちょっとね、この辺がちょっと分かんない、ね。まあ、この辺でちょっとブレーキかけちゃって。品川停車。もうグッドの停車でいいんだよね。グレートじゃなくていいんだよ。まあ、そういうことみたいなんで、P7 にして。あと25秒。あと25秒。あと20秒。なんか、時間が余ってんだよね。これでオーバーランしなきゃ大丈夫だ。1、あ、分かった。お、すげえ、全部グレートだ。あ、これで直通点ができるということですね。うん、19センチ。お、ロッテのカラカワだ。お、すげえ、あ、行くもんだね。何キロ出せばいい。ボーナスゲームはいいんだっけ。あれ、あ、いいんだ。あ、すごいね、直通できんだね。釣り田町出発進行。810m で制限50があると。 810m か。あの踊り子号、右の踊り子号185系で、それも覚えた。電車で号やってる人なんか覚えるんで。 810m50、 どんぐらい出せばいいの。1200で考えて、第1兵卒進行。もうちょっとかな、ね、この辺で50。坂道もあるしね、上り坂だから。制限50。こういう感じですかね。ここが下り坂だから B1 にして、場内進行。次は田町。次田町。制限75。制限75。制限75なんですね。制限、まあ、240B7 でいいと思うんだ。全然守ってない。280くらいで B7 にしちゃってるけど。あと25秒。あと20秒。あ、ちょっと時間ないか。田町。ち
と時間がないかなって感じは。あと10秒。6、5、4、3、2。おお、すげえな、13秒も取れて。こんなことあんだね。びっくりするね。あ、8センチ。あ、また今井俊明だ。すごいな、やっぱり。7センチとか出たら西尾勝義だ。用が違います。ご注意ください。出発進行。制限60。制限60。お、東京戻る。制限解除。はあ、こんなことあんだな。制限解除か。まあ60、この辺スピード出さなくてもいい。場内進行。浜松町通過。あと20。70キロぐらい出した方がいいか。出発進行。こんな感じでどうでしょう。次は通過駅。あ、ちょっと遅れんな。ああ、ダメ。え ?220m で制限60。220m か。場内進行。あと30。新橋通過。制限60が待ってますね。制限60。あ、ちょっと遅くなる。出発進行。ダメか。ボーナス欲しいんだけど。5、4、3、2、1。あれ2秒遅れか。で、有楽町。あと30秒。制限解除。あ、定通がね、苦手なんだよね。だあと20秒。場内進行。有楽町通過。スピード出さなきゃいけないんだ。でも制限60があるんだよな。参ったな。出発進行。今参っちゃうんだよな。で、制限65が待ってる。お、251系スーパービオ取り。場内進行。東京東京停車。制限65。65。まあこういう感じ。65難しいな。ダメ、くれない。ボーナスくれないなんてな。まあこういう感じで、あと15。東京なんか時間ない。あ、6秒くれ。おお、11センチ。いいです。あれ？2010年のロッテ優勝のところが背番号11って、あ、大峰優太かな。出発進行。制限排除。制限70。制限70。制限75。あれ2005年ロッテの優勝メンバーの時の制限解除。背番号11番って誰だろう。神田っていうピッチャーだったかな。神田義秀っていうピッチャーいたんだけどね。
場内進行。これ遅れんな、めっちゃ遅れんな。遅れすぎで出発進行。でもあんまり早すぎる、本当止まれなくなっちゃう。次は秋葉原、少し上げる。場内進行、秋葉原停車。次は停車駅ですって言われちゃうし、まあこの辺で B7 にして、秋葉原ちょっと時間がないかな。とまあこういう感じで、そうね、あぶね、54秒か。レアードだ。今は18センチ、エースナンバー二木だ。清水直行とかナルセ、ナルセは18じゃない。ナルセはずっと17番だ。出発進行。何キロぐらい、70キロぐらい出せばいいのか。場内進行。これであと20秒ですね。御徒町通過。こんなもっていい線行くんじゃない。出発進行。3、2、1。停止。ああ、最後の最後停止取れた。場内進行。まあ、停止も一回取れたし、文句ないね。こんな感じで。ああ、ボーナスくれない。まあ、こういう感じだね。最後はグレート取りたいけど、無理かな。14秒。すげえ。まあ汽車で5よりは、汽車で5金星取るよりは楽だったね。汽車でこの金星取ったの、あれはちょっと無理だと思ったもん。ああ、もうダメか、やっぱ B7 使っちゃダメなんだ。はい、まあこれがエンディングです。
まあこんな感じで名前を入力して終わり。これか。これで。あれ、うまくいかねえな。まあこういう感じで、もう一度。まあ投げ長距離走ったらね。おめでとうございます。お疲れ様でした。はい、ありがとうございました。EF63 って書いて何の T シャツ？なんか電車であった気がするね。EF63 ってね。はい、まあこんな感じで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。電車でゴー！